ハニューる、NHK、朝一、出演でファン熱狂。ファクス6 8 0百通、SNS 実況で一体感、素顔も明らかに。日本のフィギュアスケート界のスーパースター、ハニューる選手、20歳が NHK 朝の情報番組、朝一に出演し、その登場が大きな盛り上がりを巻き起こしました。この特別な出演に対するファンからの熱狂的な反応は、ファクスやソーシャルメディア上の 実況で現れ、ファンコミュニティの一体感を示しました。放送開始から終了までの間、番組に関連するワードがツイッタートレンドに次々と登場し、ファンたちはまるで一つの祭りに参加したかのようでした。この興奮の裏には、ファクスの山が高々と積み上げられ、番組が始まる前から送られてきた6,800通以上のファクスがありました。ハブ選手が朝市に登場したのは、 2015年8月28日の放送で約1時間40分にわたり武道由美子アナウンサーと井原義彦さんとの楽しいトークが展開されました番組ではオリンピックやアイスショーでの演技の舞台裏から彼の幼少期にまで及ぶ幅広いトピックが取り上げられ羽生選手の素顔が明らかになりましたその中で羽生選手はイヤホンの収集癖や剣玉の腕前を披露し 私生活についても興味深い一端が垣間見えました。朝一の放送前からファンたちによる祭りはすでに始まっていました。放送が開始されると同時に番組に対するファックスが大量に送られ、その山の高さに井ノ原さんも驚きの表情を見せました。彼は6年間朝一、やってて初めてですよ。台本の構成がほとんど質問になってしまいましたと語りました。 この出演が注目される理由の一つは、ハブ選手が4月以降に大会に出場していないにもかかわらず、その人気が衰えていないことです。ソーシャルメディア上でも、多くのファンが、実況で盛り上がり、ツイッターには、羽生ューゆずるくんが王子すぎる、羽生ューゆずるくんなんて綺麗なのといったファンの声が寄せられ、番組に関連する言葉がトレンド入りしました。ハブ選手と直接の関わりはないものの、夕顔の実から作る。 環境スピーカーや植物をガラス容器で育てるテラリウムなど番組で紹介されたアイディアもトレンド入りし関心の高さが示されました。ハブ選手のファンはその熱心さで知られており彼の出演するイベントや大会には多くのファンが集まります。例えば14年3月26日に埼玉スーパーアリーナで行われたフィギュアスケート世界選手権の男子ショートプログラムでは早朝から行列を作り 自作の応援バナーを掲げて声援を送りました。15年4月に国立代々木競技場で開催されたフィギュアスケートの世界国別対抗戦以降、ハブ選手は大会に出場していませんが、彼の人気は依然として高い水準を維持しています。この、朝市への出演を通じて、ハブ選手はファンにとってさらに身近な存在となり、その魅力をさらに広める機会となりました。彼のフィギュアスケートへの情熱と、 番組で明かされた私生活の一端が、ファンたちにとって感動的な瞬間となったことは間違いありません。結論。羽生譲選手の朝一への出演は、彼のファンコミュニティにとって待ちに待った瞬間であり、その興奮がファクスやソーシャルメディア上で爆発的な反応を引き起こしました。ファンたちは彼のトークやプライベートな一面を垣間見ることができ、その魅力にさらに惹かれました。羽生選手は長い間、 日本のフィギュアスケート界を代表する存在として活躍し、その熱心なファンが彼を支え続けています。彼の登場が朝一を一大イベントに変え、その影響力と人気の高さを証明しました。将来の彼の活躍に期待が高まる中、彼のファンはカノ川について共に成長し続けることでしょう。